知り合いか知り合いだよもうすで <laughs> に知り合いだよ何十年間ずっと見,見てやってると思ってんだよクソはようん「んテテレテッテッテレー」そんな曲知らないいやだからテテお前知らないの,テテレのここみんな知ってると思うよ NHK の曲うんなあうち ニュース見てた時、おはよう。まず五時でバンってててれってててれっって何の曲か全然分からんない。だからそのテーマがまず入って <laughs> おはようございますってまず五時で入る。で五時で一通りニュースやった後に。 6時もまた「ててでてててれ」って言って内容一緒やろ、うん、内,容内容一緒なん,、ね、んだけど、うん、俺は N マニアだからってほーらー言ってんじゃねえかよ。彼女の放送行きたいしい。面白えよこいつの放送。 おじさんありがとうおばあロ決まったあら挨拶は大事ほら言ってんじゃんおじさんは知らねえ NHK みんな NHK の画面には俺がなんでおはようって挨拶したらダメなんだよとそんなやろおはようございますって俺言うよそら今日もありがとう うん、待ってたよみたいなねっ大体その頃ろは大丈夫おはようございます NHK のみの挨拶うんおはようございますって言うよなおはようございますうんまあまあまあ NHK は、うん、すごくあのフラットな情報を流すからねあ,あどこ寄りでもない、うん、民放はちょっとな読売りがどっち寄りで朝日がどっち寄りとかするの毎日とかなうんそこは ABC とかあんなだからいろんなとこあるけどだから俺基本的には NHK ずっとなんか流してるけどねうんまあなるほどねみたいなよそうはなあやっぱよ これってよ視聴率とるための番組構成ってあるんだよな民放はなまあ基本 NHK はねえなうん、民放はどうやったらスポンサーに得になる番組構成をするかとかやってるよな だから、ずれてるままあ、ずれてんのかどう、ずれてん,うん、どうなのかな、みんなが思うのは、メディアのパワーっていうのかな。だから、俺、民放あんまり見ないんだけど、どう思うあ、ま、あみんながテレビを見てるかどうかわかんねえけど。うん。寝付けばっかりだよ、俺。 NHK を今、ていは NHK だよ。それネット用語のいや俺が考えてる言ってるだけで n h 俺はいつも NHK って言ってるよ。またこれも流行らしちゃう ?NHK。 <の> KP と同じように NHK を潰すとみたいなああいつはいいよ <laughs> あいつこないだもまた俺に何かアクセスしてきたけども立場だとうん<お>まあいつも苦しいんだろう今知らねえよ政治家はまあ政治家じゃねえな 政治家だやも,もう完全に金稼ぎのうん人間だから政策もあの日本の未来も何も考えてない、うんだろうなまあ 当選すらいいけどな。死ねえと思うよ。<laughs> まあ、うん、まあ政治の話はね、あんまり言ってもしょうがないけど。 今後の日本にも、あ、でもな、今、岸田もうギリだな。もう、俺は、岸田は、早々に、総辞職食らうかな、のような気がするけど、どう思うああ、いや、もう俺、 ほぼほぼやばいんじゃねえかなって思ってるうんだって政務官までも引っ張り出されてよ叩かれてんだろ官か官というか津賀か茂木いや茂木はないうん 小ぎじゃなく「もてぎ」っていううん。そう。「もてぎ」っていう。うん。もう次はいないもんな。うんだからただ頭いいんだよ政務官って。 やっぱよ、官僚っていうのは、政治家より、頭は素晴らしくいいの。一流なんだよ。ああ政治家なんて選挙で当選して、バカが、なりゃいいだけ。官僚は違うんだ。頑張って頑張って、上まで上がってきてるから。 かだそこら辺の政治家が官僚に質問したってかなうわけねえじゃねえかよ。何言ってんだよ。通用しねえ。うん。バカが。いやーこれね、ゴンタね。黒田は来年の。 4月まではいるんだろこれどうすんのかなだから日本はどっち向くのかな金利を上げる方向に行くのかなでもまだそういう方向には行かねえってなってんな。 俺は官僚はクソやと思うかなでも官僚がクソだったらこの国はもう本当に終わってるよ金に上げるのまだ先でしょうーんどうだが ゼロ金利とかもう何を言ってんのかなって思うけどね三権分立を理解してない人間が何を言ってんだゴミくず知ってるようんうんそんなの基本中の基本でしょそんなのしょ小学生の時に習うだろう <laughs> アホかお前まこちゃんまっこっちゃんなんですかまあ日本はこれからどっちへ向くのかなうん。 かかわいそううごまかしてあ,ありがとうもう俺の放送来なくていいよお疲れさん来年早々再年うんだから上がると思うよだから困窮する過程が出てくるかなってまあそれでいや 俺ね、ゴン太ねじゃあ物価が上がってみんなねインタビューとかであのー、苦しいとか言ってるじゃん俺ねそこも逆に疑問なんだよそんなのお前それで おめえの家パンクすんのかっていう、俺、俺は思いやん、あんの。これちょっと冷静に考えて。ねなんか小麦が上がったとか、なんだろうとか、スーパー行ったら何が値上げとか、野菜が上がってるとか、電気代が上がってるとか言ってるけど、おめえんとこ、それで破産すんのかっていう話。 うんじゃねえのいやいや冷静に考えてなんかさあのインタビューされるとさすぐさそういうこと言うよしねえだろだったら黙ってやっとけやうんいいちちいちいちをいちんの 値段が100円上がったとかなんだとかとかよ「お前何言ってんのお前よ」って眠たいこと言ってんじゃねえよほんと。バカなのかよ。じゃあ食うなよ飯。なっちゃうよそうなっちゃう、うん。生活保護の申請が増えてるようです。おそれ 申請できる立場の人は釣りゃいいんだゴンタうんあ十15お茶店ありがとう<ん>いいよそりゃそれで許可は下りえないなうん全然問題ねえじゃん食わなきゃ死んじゃうなんか食えやいいじゃねえかよ 食わなきゃ死んじゃうってもう食えるよ普通にな日本は食べ物はあるんだから